にちは、小遊三です。こんにちは、シャーリーです。今日は今年最も映画らしい映画ということで早くも話題になっております、伊丹十三第1回監督作品映画お葬式。はい、早速試写会での声拾ってまいりました。瀕死の老人が一人テラスへ向かう。知って孤独なんだなと思った。大学生21歳、宮本信子さんの千鶴子が父の死を知らされるところ、人生の残酷さがよく出ていた書店店員24歳。死んじゃったよ父さん。伊豆へ向かう車のシーン、日本映画が到達した最もデタラメで美しいカーチェイス。ホルモ映画監督28歳。商売柄映画の中の死体には興味を持っていますが、奥村公園氏の死体は本当に死んでるみたいだった。日本映画史に残る死体です。葬儀社経営63歳。おかんが階段を運び上げられるとこはヒッチコックみたいだ。これならおかんが落っこってきて死体が転がり出し、それをちょうど走ってきた車が引くというふうに作るね。タモリ、テレビタレント38歳。猫八さんのメガネが面白かった、いわきメガネ店勤務42歳。葬式入門の VTR が出てきたが、挨拶の仕方がよく分かって勉強になった。若い人に見てもらいたい映画だ。会社社長67歳。お忙しいところを置いていただきまして恐れ入ります。個人もさぞ喜ぶことと。博士春菜のパンティにびっくりしたスタイリスト21歳。博士春菜のお尻にびっくりした小学生7歳。財津さんがしびれてひっくり返るとこが面白かった、巨人ファン37歳。おかんに釘を打つところでは映画館がシーンとなった。すごいシーンだ。高校生17歳。霊柩車って美しいのね。女子大生20歳。おかんがかまどに入っていくカットがすごいと思った。フリーカメラマン38歳。ドカンとガスがつく音がすごいと思った。ガス嫌いの主婦33歳。菅井金さんが長い挨拶をするシーン、感動で全身に鳥肌が立った。大滝修二さん俳優59歳。全てを許してわびすけを見上げる千鶴子のアップが素晴らしい。宮本信子は菩薩だ。シナリオライター59歳。では最後に監督の伊丹十三さんからのメッセージです。はい、美味しいご馳走のような映画を作りました。皆さんどうか美味しく召し上がってください。というわけで今日は伊丹十三作品映画お葬式を紹介しました。はい、じゃあまた映画館でお会いしましょう。バイビー。